錬金術師になったよ俺。うわ、じゃあやめとくか。なんでや。え、錬金術って何できんのこれ、釈迦さん。これ錬金術よ。え、マジ。今日から錬金術師です。おい、あの詐欺師どこ行った。おい、うっす、すげえ。みんな見て、みんな見て、俺よくない。昔の俺が YouTube バンされた時のスキン。ボードカさん、キモ。あ、喋れる。おーい、みんな、おはよう、みんな、こんにちは。おはよう。すげえ、オーメンいる。オーメンいる。でかすぎる。おはよう、小柳。ちょっとやばい、エビオの声爆音すぎ。いや、めっちゃうるさすぎ、うるさすぎ。エビオの声爆音すぎる。なんで俺の声でかいの。やばい、エビオ、お前爆弾だぞ、お前今声が。ちょっと待って、これ、スイッチするわ。おい、これ。これいいでしょう。え、なんか顔マジでかいんだよね俺。なんかマジ顔でかいんだよね。やばい、農家になりたい。うわ、発着所怖。これ職業決めんすか。え、丸竹落ちてたぞあいつ。なんだ、取れ高モンスターめ。危なすぎだろここ。趣味どけ。丸竹。お前、ありけん。お前めっちゃ丸竹だな。おはよう。おはよう丸竹。俺の声でかいっすか。ありけん、出口もあったよ、こっちこっち。え、でも行っていいのこれ、行っていいのこれ。行っていいよ。ここから降りたら出口、ここから降りたら。行くぞ。みんなで行こう、みんなで行こう。せーので行こう。うん、せーの。知ってんだよお前。お前が落ちたの知ってんだよ。これやばいよね。やべえ、ちょっとマップが読めねえ。あ、ねえ、あれじゃねえ、お城って。お城ってあれじゃねえ。アリケンツルギいるぞ。これ誰。アリケンツルギ、ツルギ。アリケンさんさっき話した。抜きよ。抜きよですよ。お前なんか、お前やめとけよ。お前抜きよとか、お前やめとけよ。いやいや、だカバみたいな。やめろよ、抜きよ。カバじゃねえよお前。ちょっと待って、抜きよ。お前いいな。俺も2背負ってくればよかった。え、これ良くない？俺自分作ったんだよ今日。え、自分で作れんのこれ？あ、自分作れるよ。あ、そうなの？5分ぐらい作った。で、これさ、歩いた時見てほしい。この脇の下とかさ、あのスティーブがのちょっと残ってる。ほんとだ、お前上辺だけやん、お前。そう、上辺っつらだけやん、お前。脇とこの太ももとかが。ちょ、どれだ。あ、これか、こっちゃ、おい。よいしょ、よいしょ。え、何やる？え、わかんない。何がある？一回しか帰れないんだって、職業。園芸所を務め。え、帰れないんだ。一回しか帰れない。え、ちなみに何にしたっすか？え、でも一日に一回帰れるみたいななかったっけ？いや、なんか一回だけだって。え？一回だけ？うわー、採掘師。全体かな。ちょっと待って、錬金術で剥がれになるのもいいな。うわ、じゃあやめとくか。なんでや。だってかぶったら嫌でしょ。かぶったら。え、錬金術って何できんのこれ、釈迦さん。え、マジ。はい、着きました。はい、どうも、今日から錬金術師です。ちなみに喧嘩できないよ、指パッチンは。え、ホムンクルース倒せないの。じゃあポーション作るだけだよ。え、これ変えます。これ変えます。これまだ間に合うでしょ。これ農家になりたかった。俺採掘師がいい。うわうわ、もう錬金術や。俺今日から最悪や。みんな任せろ。俺がなんかポーションいっぱい作る。自分で決めたんやないの。一回しか帰れないんだ。一回しか帰れないよ。え、ちょっと待って、釈迦さんはついたの本当にね。釈迦さんどこ行った。おい、あの詐欺師どこ行った。おい、え、本当ですね、錬金術師ですね。あ、よかったよかった。
いやこれこれでマジでなんか他の職業だったら普通にどうしよう。やばい。え何？顔求めてる人欲しい。あ惜しいじゃん。顔求めてる人欲しい。まあ決めてきます。もしかして農家？でもねそんなこと言われてもね釈迦さんっていう人になった方がいいよって言われて押してもう帰れなくなっちゃった。一回だけ帰れるよ。え一回だけ帰れるっていうのは今日だけ今だけ。いや違う生涯通して。生涯を通して何じゃあおっせん教えてほしいじゃん。おもろい役職なんかない。おもろいおじじは何なの。俺は釣り師、のんびりしたいから。うわあっち偽物かい。いいなこっちが本物のおじじかい。こっちも本物のおじじ、あっちも本物のおじじだよ。おじじがいっぱいいるよ。おじじ怖い。権限ってどうやったらもらえるの。おじじのえ権限どうやったらもらえるの。まあ一旦錬金術やったらみんな錬金術あんまやんない方がいいらしいよ。みんな錬金術あんまやんない方がいいらしい。みんな錬金術あんまやんない方がいいらしいよ。なるかみんな錬金術マジつまんねえらしいよ。みんなやんないほうがいいよ。みんな錬金術あんまやんないほうがいいらしい。みんな錬金術あんまやんないほうがいいよ。みんな錬金術あんまやんないほうがいい。いや違う釈迦さん、かぶったら俺らの需要がなくなるからやらせないほうがいい。みんなにあれ聞いた。あれ言われた。そう俺らだけで牛耳ろうポーションを絶対無理だ。これねこっちでね職業選べんね。俺錬金術になったから。みんな錬金術師マジの問題ぞ。いや、錬金術しますよ。いや、なんか錬金術マジやんない方がいい。あ、なにこれ。いや、俺も錬金術師だよ。ちなみにアリケンも錬金術師。どうも錬金術師です。錬金術師つまんないからやめた方がいいよ。え、もうなっちゃったよ。うわ、カモキ、なんで。うわ、作れる人いないですか。斧作れる人。斧作れんな。キーエグイ大きいの。え、なに飛び出てるよ、アリケンさん。え、なになに、アリケン君、確かにほっぺたでかいの。え、わかんない、俺も作ってもらったかわかんないけど、なんか顔できんすよね、俺。確かに、A って書いてる。その顔でかい。本当だ。しかも、なんか腹飛び出してるし。違う、アリケンの A ね。あこれいいでしょ。なんかガリガリ君みたい。本当だ、ほっぺ出てて。これ初手ポーションいらなくね。これ錬金術。ケン君二次産業だよ。ポーションは二次産業。もう始まる、もうすぐ始まる。明日。なるほどね。なんか錬金術、これ砂集めに行かないといけない。砂。ちょ農業エリア探し行こう。